君の右手は頬をついている。僕は左手にぬるいマグカップ。君の右眉は少し垂れている。朝がこんなにも降った。一つでいい、知らぬボタンの一つでいい。君の胸を打て、心を忘れるほどの幸福を。一つでいいんだ、右も左もわからぬほどに。手探りの夜の中を一人行く、その静けさを。その一つを教えられたなら。君の左眉は少し垂れている。うまく思い出せない、僕にはわからないみたい。君の右手にはいつか買った小説、あれ、それって左手だっけ。最後までご視聴いただきありがとうございました。こんにちは、カラフルパレットです。いやー、左右も。そうです。今回はヨルシカさんの。そうです。左右も。あ、ヨルシカさんの歌、僕ら歌うの初めてですよね。初めて、やってみて、すごく、こうやって言うとあれなんですけど、歌いやすかったですね。そうね。なんかすごいさ、こうガツンとこう刺さるメッセージと、ガツンと刺さるメロディーしてるじゃないですか、ヨルシカさんって。で、さらにこう歌いやすいという、いいですね。いいです。好きです。好きです。こういうのが好きなんですよ。我々ね、本当90年代のポップスで育ってますから、好きなんですよ。好きです。そう。いいじゃないですか。左右分からなくなることあります？左右もっていうね、曲ですよ。本当ね、僕らツアーに行ってる時さ、あれじゃん、滝野さんが助手席担当で、で俺が運転席担当というか、免許持ってないじゃないですか。で運転してるとですね、はい、はい、右です、左ですみたいなこと言うんですけど、その言葉に惑わされて分からなくなることあるよね。ありますよね。だって俺右差しながら左ですっていうことあるからね。そうなんですよ。どういうことなの。たまに分かんなくなるんで、ね、左ですみたいなね、そうそうそう、どっちね、それどっちなのみたいなね、なりますから、さあということでぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、カラフルパレットでした。